久保さん今回、下にしましょうか、下。上を向いて歩こうっていうね、坂本九さんの,あの歌がありますけど、僕は上を見なくなりまして、まあ、たまに気が向いたら上を向くっていうね、上を向いて歩かないですね。はいまあ、基本下ですね。地面に何が落ちてるのか。そう、地面に、なんだろうな。 地面ですね <laughs> そう上ばっかり向いて歩いてたら、まあ、間違いなく事故にも合うだろうしまあでも下ばっかり向いてても同じこと言えるかもしれないですけどただ少なくとも下を向いてると下に何があるか分かるんで、うん、ぶっちゃけ上を向いても太陽と空と,空と雲しかないですねでも下は僕たちはあの武空術みたいなね空を飛べないので。 僕たちは地面をね、足を、地面に足をつけて歩いてるので、少なくとも地面を見て歩くと、下に何が落ちてるのか、空き缶が落ちてるのか、何か転がってんのか見ることができますね。そして僕たちは、空は飛べないと。そう。現実は空は飛べないですよね。スピッツの、きっと空も飛べるはずみたいな歌もあるんですけど、空は飛べないですよ。うん、だけど空を飛びたいって思ってね。 ライト兄弟は空は飛びましたけど <laughs> まあ飛べる人に飛ばしと飛べる人に飛んでいただくと <laughs> 飛べる人に飛んでいただくっていうのがいいんじゃないかなと、うん、僕は飛べないので下下をしっかり固めていくっていうまあこれは何かっていうとあのー、昔まあ会社でやってて売上年焼100億っていうのを掲げて僕やってた時あるんですけど本当はね楽なんですよ上を向くとマジでキリがないので 切りないですよ上には上がいるし、まあ下には下がいるっちゃ下がいるんだけど、上より下の方が、どちらかというと僕はいいですね。楽。うんだって、余計にやら余計な余計にやらないといけないですようん。例えば1万円の商品で100万円の売り上げを作るとするならば、えー、100人に売らないといけないですね。じゃあ100人のサポートですよね。でもこれね、しあの、 100万円の商品だったら1人サポートででいいんですよこっちの方がいいですね。1人サポートの方が。でも売り上げ変わんないみたいな。うん。だから数はあんまり、その、まあ必要な部分はありますよ。もちろんその0人だったら無理なんですけど、まあ僕も久保さんもビジネスができるのは、その少ない人に関係性構築して商品売ってるっていうところもあるだろうし、まあ、久保さんはちょっと金利で飯食ってるところもあるんで、ちょっと例外はあるんですけど。 僕なんかまずっとやっててそう思いますねあの <laughs> そんなにバカでかい売り上げは立てられないけど軒並み安定し,して売り続けるっていうね <laughs> もう少ない数にピンポイントで売っていくっていうひたすらこれは僕はやってきますけどねうんでもねこれね結論あの僕が算出してるまあ数値化があるんですよそれは何かっていうとまあ マーケティングで用語で言うと LTV っていうねライフタイムバリューっていうのがあるんですけども今目先の目先のものに関してはバカすぎな売り上げはないんだけども中長期見るとその一人のお客さんがその払う僕に対して払ってくれるお金の金額のボリュームっていうのが濃くやってると結局上がるんですよ結局ねだつまりまあこれちょっと算出したんですけど例えば 30年でもいいですよ。三十まあまあ、なんだろうな。僕たちって一生をかけて働いて、だいたい障害賃金が3億円っていうのがデータとして出てるんですよ。まあその高卒とか大卒によっても変わるよみたいなデータ出てるんですけども、まあ3億円ぐらい稼がないといけないと。まあいけないというか、まあそれが一般的であると。じゃあそれを3億円稼ぐのに40年とか30年働くわけじゃないですか。じゃあその自分でビジネスして、1人に濃くやってるとするじゃないですか。 一人ねで、その一人から30年かけて仮に100万円を売れたとします。一人で、たった一人ですよ。たった一人から一人に対して30年かけて100万円売れたとするじゃないですか。で、そうすると、300人ぐらいいると3億円なんですよ。100万かける300人で3億ですね。はい。つまり30年かけてたった300人に商品売ってこい。 濃くやって1人当たり100万取れれば3億円っていうね。そうだって100万かける10人で1000万ですよね。うん、100万かける10人で1000万。100万かける100人で1億ですよね。うん、で僕ね、マックス1人500万ぐらいもらってるお客さんもいるんですよ。じゃあ500万で100人だったら5億ですね。 もし1人当たり、えー、単価が500万取れるんだったら30年30年,のああ30年の間いろいろビジネスしてるですよリピートを繰り返して僕に500万落としてくれましたじゃあそれが100人いました5億円ですねだから本当に、うんま、今目先のね売り上げはそんなボリュームはないかもしれないですけどトータル20年30年考えた時に濃くやると結局それぐらいは稼げるってことなんですよ ね。例えば100万円だったら20万円の商品5回売ればいいんですよ。30年の間に。30年の間に20万円の商品を5回売る。もしくは50万円の商品2回売るとかね。それだけでいいんですよ。じゃあそれは不可能かっていうと、可能なんですよ。可能です <laughs>。それはちゃんと商品が作れてね。いろんなコンセプト例えば久保さんも速化塾の塾生さん限定で FX の講座とかね。速化塾入ってるけどまた FX の講座買うとかね。 なんかそれは自分で商品がこう作れるようになればいくらでも作れるのでこういうコンセプトとかこういうコンセプトとかあの、ね、昔久保さんがなんか町内会のやり方町内会長のやり方みたいななんか売ってたような気がするんですけど <laughs> まあ何でも売れますからね町内会会長の運営の仕方だったかなちょっと忘れましたけどなんか30万でしたっけっ忘れましたけどまあ何でも売れますうんだからまああの少ない数でも奥を狙える っていうのは、僕は、まあそういうことで、まあ実際そ、計算すれば出てくるわけじゃないですか。うん、その計算式が嘘だったら嘘なんですけど、動画がいても本当じゃないですか。いや、吉田さん、100万かける300は3億じゃありませんみたいなね。それは詐欺です。数式は間違ってますみたいなね。大丈夫ですよね。100万が10個あったら1000万で、1000万が10個あったら1億ですよね。100万かける 100万かける300で3億だと思うんですけど <laughs> 大丈夫ですよねこれ間違ってないよな多分間違ってないと思って。<laughs> まあ僕はまあそういうねまあ一人で稼ぐんであるならばそのライフタイムバリューを意識すると本当にいいかなと思いますね僕はそこを意識してやってますねじゃあ意識してやってるんだけどトゥードゥで何やってるかっていうとまあ一人一人に対してこうメッセージを投げかけてるっていう 感じなんでですすけど、まあ、やるべきことは非常にシンプルです目の前のお客さんに対して濃く緻密にやっていくってただそれだけなんですけど難しくないですねだ <laughs> けど結構そのやっぱりその今月なんだ企業間で見ると前年比の売上げに対して今期どれぐらい今どれぐらいどれぐらいってどん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 ,どん上、まあ、事業を大きくしていくとかね会社の規模を大きくしていくとか 自社ビルとかね。最終的に自社ビルだみたいなね <laughs>。僕、自社ビル作らないんで、費用もかかんないしあの。4万2千円ですね。家賃。家賃4万2千円でございます。はい、自社ビルいらないですね <laughs>。だから、家賃4万2千円で5億稼ぐみたいなね。すごい。もう残る金も多分、最終的に見ると残るお金は増えるんじゃないかなと思いますけどね。だって会社の規模を大きくすればするほど、 経費かかるんで、うん、だ結局その売上プラス経費もかかっていくわけですから経費はずっとそのままでも結局まあ今はバンっと入ってこないけどちょい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 こうずっと入ってくるっていうふうにすればまあ最終的に得られるお金っていうのはそうなると僕はまあ数式上計算式以上でもそうなりますしうんだからやっぱね下を固めていくと圧倒的に下を固めていくっていうのはまあ一人で一人でやればいいですよ。 一人でやる場合は最強の戦略かなと僕は思いますね。一人でやる場合。ただこれが、その目的が変わって、まあ、会社を大きくするとか、規模を大きくするとか、あの、社会的、なんか大きい、なんかトヨタ、トヨタまで行くとね、社会的っていうのあるじゃないですか。か僕は社会的じゃなくて個人的なんですよ <laughs>。僕は社会的じゃなくて個人的なんで、自分も個人で生きるし、あの、お客さんも個人だし、うん。 だからね、一人社長一人でやっていくっていうのはね、結構ね、僕はね、いいと僕は思いますけどね、上を見なくていいんで、そんなに。だって一人で100億円あっても何使うんすかまあ、税金も取られるしね、クソ取られるし。100億稼いだらね、久保さん、あの、前入金の税金ね、なんか予定納税とかやばいっすよね、多分。今期100億円作りましたんで、予定納税どれぐらい持ってこれたんだね。 いやいや、それ予定ってなんで予定、予定取るなよみたいな話じゃないですか <laughs>、予定納税とか、よく分かんないですよね <laughs>。ビジネスってあの、今期売上上がったから来期上がるか分かんないのに、なんで税金を取られるのかよく分かんないですよね。そあれ、なんなんですかね、予定納税とかって。おかしいやろみたいな。うん、まあ、しょうがないですね、そういう仕組みだから、そこに住んでるんで、日本に。 うん、だからね下を下をだとそんなにその売り上げをね上げなければ税金まあ,あの取られないので、うん、でも自分の1人分のこの自由な生活できる分ぐらいは別にか担保できますから、うん、やっぱねそのお金がたくさんあっても結局その使い道がなかったら結局、ねまあ、運用するんだったら別ですけどあのただ銀行口座に入れてもね何も意味ないですからね ただ、得られるのは安心、ちょっとなんか銀行口座にいっぱい入ってるなっていう安心だけであって、そう。でも一番の安心って、いつでもやっぱマーケットからお金が取れるっていう、多分そこが僕最強なんじゃないかなと。いつ商品売っても、ちゃんといつでもちゃんと売り上げがあのゼロじゃない、ちゃんと上がるっていう、これ,これが一番最強だと思いますけどね。うん だからなんだ僕のイメージとしては銀行口座自分の所有としてお金を持つんじゃなくて他人の所有なんだけどいつでもその他人の所有のお金を引き出せるっていう感じですね、うん、でも自分がそのお金を所有してないのでそのお金に対しての税金はかかんないと、うん、だから、まあ、これを分かりやすく言うと信用貯金みたいな感じですね信用,信用貯金に関しては税金かかんないんでうん そう信,用信用貯金信用資産ってお金なんかどうですかなんか税金かかります君は信用たくさんあるんで税金払ってくれみたいなね多分ないっすよね <laughs> でもお金売上げが銀行口座に入ってくると売上げ上げただろう税金払えじゃないですかでも信用がいっぱい入ってきたとしてもその信用に対して税金はかかんないですからこれは結構まあちょっとレベル高い話ですけどねうん君はいっぱい信用されてるから税金いっぱい払えないさいみたいなね もう多分ないんで、これね、本当ね、一人で生きていくための結構考え方の一つのエッセンスかなと思いますね。うん、まあもちろん、あの、いっぱいお金稼ぎたかったら、税金がかからないドバイとか行けばいいと思うんで、はい。いってらっしゃい。